はじめまして、私はシーツというゾンビに当たる存在です。知っている人はお久しぶりですね。今回は 1.13 のマインクラフトをのんびりと遊んでいきたいと思います。ティンカースコンストラクトはまだ来ておりませんので、妹のシーナは寝ております。まあ、ティンカースコンストラクトが来れば解説動画もまた改めて作成するべく動き出すでしょうね。というわけで、1.13 のバニラ環境ですが、新しく追加された要素などをのんびりと触れていきましょうか。ああ、そうそう。ワールドを生成するローディングはカットしました。それではある程度の行動拠点となる場所の目星をつけましょうか。もちろん、こんな序盤ではモンスターと戦うのも一苦労ですので羊も探します。ベターザンウルフズなどのようなベッドで寝ることのできないモッドがあるわけでもないですからね。おっと、早速羊を発見しましたね。ですが、素手で殴り倒すのも手間ですので、原木を回収してからにしましょう。そういえば、1.13 のアップデートは水に関するアップデートでしたっけ？水草が生えていたり、お魚が泳いでいたりしますね。捕まえることとかできるのかな？詳しくは知りませんが、後々、いろいろとやってみることにしましょう。それじゃあ、ひとまず原木も手に入ったことですし、クラフトしますか。クラフティングテーブルを作成して、木製のツールを作成しましょうか。木製のツールは丸石さえ回収しちゃえば、用済みになるんですけども。使用した後はかまどの燃料として利用するのが一番いいかもしれませんね。一応、アイテム一つ分の精錬ができますし。というわけで、木製の剣もできましたし、ベッドを作成しましょうか。牛くんも転ばして、ステーキの材料もゲットですね。皮も確保です。食料問題は序盤の死活問題ですからね。できる限り解消しておきたいものです。アバンストラッシュ、クロス。3、連、殺。ジェットストリームアタック。これで羊毛の必要な数が揃いましたし、仮の寝床も確保しておきましょう。ついでに丸石も回収できますし、都合が良いですね。仮拠点として活用するつもりですので、必要最小限の空間があればいいかな。ということで一角にクラフティングテーブルを配置しまして。で、ここでかまども作成して、精錬できるようにしましょうか。ここで精錬している間に色々と作用する。というわけですね。ベッドもここに配置しますが、自分自身の活動拠点となる建物を建築しましたらそちらに移設する予定です。それと、丸石の回収が完了しているということで、各種ツールも石のものにします。これで序盤のスタート地点に立った。という感じがしますよね。農耕も早いうちにやっておけば、食料問題も解決するでしょう。畑の場所は近くにあった水たまりで行うことにしますけども、バケツを入手できれば、場所を移設するかもしれませんね。というわけでざっくりと整地して、少しばかりある小麦の種を育てることにしましょう。しかし、農耕も桑を作ったところではなく、小麦を植えたら取得するようになっているんですね。まあ、別に気になることでもありませんが。そういえば、以下の挙動にもアップデートで変化があったようで、攻撃を加えると炭を吐くようになったんですね。水生生物がそれらしくなってきた。って感じがします。過去バージョンのように、ロケットのように空高く飛んでいくこともないんですねー。さて、それじゃあ、粘土を回収しておきましてー。砂利を回収しましてー。砂を回収しましたらー。粘土ブロック、砂利ブロック、砂ブロックを組み合わせてーの。で、ティンカースコンストラクトがないので意味がありませんでした。どうも、いつも入れているモッドなので、素でここまで動いてましたね。そうそう、ティンカースコンストラクトがなくともブランチマイニング場は確保しておくべく掘っておりましたら、ちょっとした洞窟に繋がってしまいましたね。どれほどの規模かはわかりかねますが、少し探索してみましょうか。私は戦闘はそれほど得意ではないので、モンスターとかいないと嬉しいのですけども。まあ、いますよね。なるべく巻き込まれないような距離でクリーパーさんは爆破処理しておきます。スケルトンさんとかゾンビのお仲間さんはなんとか頑張って対応しますが、できればクモさんから糸を回収しておきたいところでもありますね。糸が回収できれば、釣り竿をクラフトすることができるようになりますので、私の夢であるスローライフにぐっと近づける気がします。あ、ちょっと待って。この配置はいけない気がする。危なかった。クリーパーさんはやっぱりおっかないですね。ですが、
これといった事故も起こることなく、洞窟の規模も小さかったので、安全を確保することができました。鉄鉱石や石炭も少量ながら発見できましたし、嬉しい限りです。入手できた鉄鉱石はかまどで精錬することにします。鉄が手に入れば色々と作れます。防具も頑丈ですし、何より、ダイヤモンドやレッドストーンといった、貴重な鉱石資源を回収することができるようになる、というのが大きいですよね。ついでに骨から骨粉をクラフトして作物にあげちゃいましょう。畑の規模も大きくして、牛さんや豚さん、羊さんたちを飼えるくらいの大きめの畑にしたいものです。今は小さいこじんまりとした畑ですけどね。さて、鉄鉱石の精錬も完了しましたし、必要なツールを作成しましょうか。作成するのは鉄のツルハシと、防具一式ですかね。鉄のツルハシさえあれば、レッドストーンや金鉱石、ダイヤモンドが回収できますから重要ですよね。防具に関しては、不意に落下した時の保険、不意打ちというか、クリーパーの爆発からの保険とでも言いましょうか。防御力が上昇していると何かあった時の対処もなんとかなるってわけですな。ああ、そうそう。鉄鉱石の精錬をやってるついでに、倉庫スペースの確保、植林場、畑スペースの拡張、ブランチマイニング場をとりあえず作りましたね。ブランチマイニング場を作成している最中に、金鉱石やレッドストーン鉱石も見つかりました。少量ではありますが、貴重な資源の入手は嬉しいものです。あとはダイヤモンドがあればいいんですけどね。そう簡単に見つかるわけがありませんよね。あ。あ、ダイヤモンドとか貴重な鉱石資源とかそうそう見つかるわけがないよな。ようやくブランチマイニング場が出来上がったけどたくさん掘るんだろうな。あ、そう思うと憂鬱だな。やったー、ダイヤモンドゲットだぜ。って、雑すぎる茶番はさておき。思った以上に早くダイヤモンドを入手することができましたので、こちらも有効に活用していきましょうか。入手できた数は6個。これならエンチャントテーブルまでクラフトできますね。そのためにはバケツが必要になりますので、今のうちに作っておきましょう。バケツに水を汲んで溶岩にかけ、黒曜石を作るってわけですね。近くの川から水を汲むわけですが、ここでちょっと気になったのが、このお魚さんってバケツで捕まえることとかできるのでしょうかね。あ、できた。ということは、自分の好きな種類のお魚を捕まえて、自宅のイケスで飼育することも可能ということか。アクアリウムをやってみたかった。という人には嬉しい追加要素ですね。海洋バイオームにはいろんなお魚さんがいるのかな。そのあたりも楽しみになってきましたよ。ちなみに溶岩は仮拠点としているところから、南側へ少し進んだ先にありました。見つけるまで少々時間がかかるかもしれない。といった不安は杞憂だったようですね。しかし、恥ずかしいことではあるんですが、黒曜石をダイヤのツルハシで回収するのもかなり久々な気がします。ゲンカースコンストラクトに触れている方ならわかっていただけると思いますが、監視規制連炉の機能が素晴らしいというのが、ここでわかりますね。ここで実績であるアイスバケツチャレンジも取得。一時期アイスバケツチャレンジって流行りましたねー。黒曜石も入手しましたし、紙の原材料となるサトウキビも回収しましょう。まあ、正確に言えば、すでに見つけていて、栽培していたんですけども。これで材料が全部揃いました。というわけで、まずは紙をクラフトいたしまして。その流れで本を一つクラフトしてからの、本、黒曜石。ダイヤモンドでエンチャントテーブルをクラフトしましょうね。これで、低レベルのものではありますが、ツールにエンチャントを付与することができるようになりました。設置する場所は、どのあたりにしましょうかねー。仮の場所ってことで、倉庫スペース、カッコ仮、の適当な場所にしておきますか。入り口から入ってすぐ左側の場所にしましょう。そうしましょう。ついでにお試しということで、鉄のツルハシにエンチャントもしちゃいます。どうせ使い潰しますからね。ということで、エンチャントもできるようになりましたし、次回はネザーの探索に行きましょうか。ご視聴、
ありがとうございました。